皆さんおはようございます。本日の朝ごはん、いつもはうどんだけどね、ひもかわ初めて食べます。いただきます。今日はこれを食べたら栃木県行きたいと思います。あっという間に食べ終わりました。今日は小食でしょ。これからねお茶しに行きます。ここから105キロ2時間10分行きたいと思います。今向かっているのは鰹節屋さんでございます。どうしてもそこの鰹節が食べたい。スーパーで買ったね鰹節がもうすぐ終わろうとしているので、美味しい鰹節を買いに向かっております。注意の看板が多いです。ここら辺はね熊が出るのよ。会ったことはないんだけどね、お山に登りたいと思っているのですが熊が怖くて登れません。野営も怖いしね、キャンプ場は混んでるしね。はーい、栃木県いたしました。ここのね鰹節が美味しいの。ものすごいいい香りがしております。あー幸せの匂い。買ってまいりました。2袋も買っちゃった。 100g、100g、200g でございます。すっごい美味しいの。あっという間に食べちゃうんだよね。北に進みます。続いて左方向です。よし、次はここから20キロ先、28分で着きます。もうね暑い。ちょっと外でだけない汗だくでございます。今日はね涼しいとこでお茶するんだ。梅雨にもならないし、梅雨の前にこんなに暑いし、今年の梅雨はどれくらい続きますかね。去年なんか水不足でね、お米も高くなっちゃったし、かといってあんまり降りすぎてもねつまんないし、梅雨になったら何しよう、雨が降ったらどうしよう。だいぶ山の中にやってまいりましたよ。涼しい、行くんだろう私。あ、およそ 200
癒される。いかがですかこの感じ。私の大好きなお山でございます。ほら、ああやってね、座るとこがあってお茶をいただけるんですよ。オープン前ですが、何台か車も止まっております。オープンでございます。一番すごい、いいね。どこで食べようかな。ところですね。あっという間に満車でございます。皆さんどんどん来ます。きっとね、お山の中だから涼しいけどさ、下は暑いよね。仕方ないから帰るかね。道の駅。道の駅湯西川。隣に駅もあって、温泉もある道の駅でございます。ほんのちょこっとなんだけどね、道からそれるからさ、なかなかいつも寄らない道の駅だったので。今日初めて来てみましたよ。よし、足湯。ぬる湯でございます。気持ちいい。
いい湯だった。お家に帰ります。またねー。